メクレンブルク・シュベリーン・メキロンバーグ・シュェリーン、ドイツ帝国内のメクレンブルク・シュベリーン、メクレンブルク・シュベリーンは、北、ドイツに存在した広三1348年、メクレンブルク公、アルブレヒト2世とその弟ヨハン1世が、ローマ王カール4世によって公爵に少女され、1352年に、領土を分割したことにより成立した。メクレンブルク・シュベリンは、 バルト海沿岸のホルシュタインとポンメルンに挟まれた位置にあり、神聖ローマ帝国内では比較的弱小な両方であった。同国を治めたのはスラブ人の血を引くメクレンブルク家の人々だった。メクレンブルク家の子祖はスラブ人の部族連合、オボドリト族の族長の一人ニクロトという人物だった。ニクロトはベンド十字軍の中で勢力拡大を続ける。 ザクセン族のハインリヒ思考に立ち向かい、命を落とした。ニクロトの維持、プリビスラフはハインリヒ思考に降伏し、1167年に、フソ伝来の領地を、ドイツ王国の報道メクレンブルク公領という形で、相続した。メクレンブルクは、プリビスラフの子孫たちの間で、いくつかに分割相続されていたが、ハインリヒ2世は1312年までに、シュタルガルトと、 ロストックの支配権を獲得、シュベリンとベルレ一体を除くメクレンブルク公領を再統合し、その領土を二人の息子、アルブレヒト二世とヨハン一世に受け継がせた。アルブレヒトとヨハンの兄弟が公爵位を獲得した後、1352年に、ヨハンはシュタルガルトの支配権を分与され、メクレンブルクシュタルガルト広告を再創設した。 一方のアルブレヒト2世は、メクレンブルクの広大な西部地域を保持し、1358年に、シュベリーン一体を獲得した後は、シュベリーンを、公爵の居所とした。1363年、アルブレヒト2世の息子で、スウェーデン王マグヌス4世を、母方のおじに持つアルブレヒト3世は、スウェーデンに遠征し、翌1364年に、スウェーデン王として退官した。 しかしその25年後の1389年、アルブレヒト3世は、デンマーク摂政マルグレーテに敗れて敗、また上のデンマーク王エーリク7世に与えられ、メクレンブルク家のスウェーデン支配は一代で終わった。1436年、最後のベルレ領主であったビルヘルムが男子を残さずに、死んだ。また、ビルヘルムの娘婿としてその医療を相続した、メクレンブルクシュタルガルト公。 ウルリヒ2世も男子を設けないまま1471年に没した。これにより、メクレンブルクシュベリン公、ハインリヒ4世がメクレンブルク全域の唯一の支配者となった。1520年、ハインリヒ4世の孫であるハインリヒ5世とアルブレヒト7世の兄弟は、再び広告を分割相続し、弟のアルブレヒト7世がメクレンブルクギュストロー広告を創設した。 同公国は1610年、本家筋のメクレンブルク・チュベリーン皇王アドルフ・フリードリヒ一世の領土となった。1621年、アドルフ・フリードリヒ一世は、弟のヨハン・アルブレヒト二世に再び、ギュストロー皇爵領を分与した。皇爵兄弟は30年戦争で、デンマーク王クリスチャン四世を支持したために、1628年に皇帝軍の司令官、 アルブレヒト・フォン・バレンシュタインによって廃位された。しかしその3年後の1631年、スウェーデン帝国軍の助けを得て兄弟は、復位することができた。ヨハン・アルブレヒト2世の息子、グスタフ・アドルフは1695年、男子の相続人を残さず、亡くなったため、メクレンブルクは、フリードリ・ヒビル・ヘルム1世のもとに再統合された。しかしフリードリ・ヒビル・ヘルム1世の王子、 アドルフ・フリードリヒ2世は、老いに対して、ギュストローの相続権を主張し、激しい領土継承争いを引き起こした。1701年、両者は、同じニーダーザクセンクライスに属する帝国両方の圧力を受け、相続をめぐる争いに決着をつけた。おおよそ中世のメクレンブルクシュタルガルト公国の領域に相当するメクレンブルクシュトレーリッツ公国が創設され、 アドルフ・フリードリヒ2世に分与された。打ち続く相続争いと領土分割は公爵化の支配権を弱め、メクレンブルクは帝国で最も立ち遅れた地域の一つになってしまった。1815年、ウィーン会議に際して、フリードリヒ・フランツ1世は大公の称号を授けられた。1918年、第一次世界大戦末のドイツ革命により、 君主制が廃止されると、大公国は、メクレンブルク・シュベリーン自由州となった。詳細は、メクレンブルク・シュベリーン自由州を参照。メクレンブルクの統治者一覧も参照。シュベリー上三3 2 0年頃のメクレンブルク1866年頃のメクレンブルク。シュベリーン大公国は桃色。シュトレーリッツ大公国は黄色で示されている。ありがとうございます。